今日は緑中心の植栽にも優しい花の植栽にも似合う宿根草を紹介するよ。カベチョロ、聞こえる？聞こえるよ。一度しか言わないわよ。何？なんで小声なの？これ、かりんとうまんじゅうって美味しいやつなんだけど、食べる？いいの？特別よ。あ、これ美味しい。姉ちゃん、なんで小声だったの？だって、カベチョロだけ特別って感じが出て、普通にもらうより嬉しかったでしょ。まあそうかな。あとね、大きな声で聞いてって言ってもみんななかなか耳を貸さないけど、ちっちゃい声だと聞こうとしてみんな耳を傾けるのよ。あー、なるほど、確かにそうかもね。まあ人生なんて半分は北風と太陽みたいなもんよ。北風と太陽？姉ちゃんすごいね。あと人生とか壮大だね。そうよ。耳をか、あ、そもそも僕の耳ってどこにあんのかな。あ、姉ちゃん、耳といえばラムズイヤーって知ってる？あ、なんで植物の話するのよ。知らないから詳しく教えなさいよ。うん、こんな感じ。あら、なんか独特の灰色ね。面白い子ね。羊の耳みたいだからラムズイヤーだよ。ああ、表面がモフモフしてるのね。私はこの色が気に入ったわ。うん、銀葉って白とかペールトーンの花とか優しい植栽にも似合うし、黒っぽい銅葉と合わせてもシックに決まるし、本当に何にでも合うみたいな子だよね。増えて広がっていく感じも素敵だしね。花は咲くの？春に咲くよ。花の時期はぐっとね、茎を伸ばすんだ。ああ、お花が咲く時の姿もいいわね。欠点はないの？誰にでも欠点の一つくらいはあるでしょ。まったく。例によって高温多湿の蒸れに弱いから関東の梅雨みたいのは苦手だね。水はけ悪くて雨が続くとちょっとね、こう蒸れて白茶っぽくダメになっちゃうよ。じゃあ梅雨に消えちゃうの？ま、一番手前とか風通しと水はけのいいところに植えてあげれば大丈夫だよ。この前ほら紹介した八王子のお庭でも5年間緩やかにちゃんと増え続けてるよ。蒸れない場所が大事なのね。これホームセンターで売ってるの？うん、春とかは特にほらカラーリーフのコーナーだったり、あとね、ハーブのコーナーにたまに置いてあるかな。もしネットとかで探すなら学名のスタキスで見つかる場合もあるね。あ、植え場所は？基本的には日当たりなんだけど、真夏がちょっと嫌だから明るい半日陰とか午後の日が切れるようなところがいいね。あ、水はけと風通しは本当に大事だよ。だいたいわかったから、カベチョロ、まとめてよ。うん。ラムズイヤーはモフモフとした羊の耳みたいな銀葉の宿根草だよ。植え場所は水はけと風通しのいい夏暑くなりすぎない明るいところね。ジメジメとした梅雨を乗り越えられるかがポイントだよ。黄色いリーフにもシックな銅葉にも似合う銀葉が魅力だけど、花も春に咲くよ。花の少ない時期、緑中心の植栽にもラムズイヤーが入っているだけで柔らかく見えるから、ぜひ植栽の候補に入れてみてね。ラムズイヤー、独特な子だったわね。うん。あ、独特といえば、かりんとうまんじゅうもなんかちょっと硬くて独特で美味しかったよ。あれどうしたの？あれは届いたのよ、噴水さんから。噴水さんってそれ僕に届いたんじゃないの？こんな時も小声作戦活用しないでよ。ちゃんと謝ってよ。食べちゃろ。残り全部食べちゃって悪かったわ。もうないの？ついよ、ついついよ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネルを応援してくれるときは高評価、グッドボタンとチャンネル登録をクリックして、カベチョロの新しい動画をお知らせするベルのマークの通知もオンにしておいてね。